申し訳ございませんでした。あ、白く塗って、あ、違うか。あ、そっかそっか。あ、やっぱりあれだね、6時半ぐらいになると少し暗っぽくなってくるね。うん、すいません、なかなかご意向に添えなくて、以心伝心じゃなくて申し訳ございませんでした。あ、綺麗になってんじゃん。ちゃんと養生シートも貼って。あ、それは塗装したからね。うん。そう。うん。明日取り来るってからもう。ああ、そう。うん、でもあれだよね。どんぐりと同じぐらいの、うん、に固まるから早いよね。うん、配合比も100対40で。うん、これね、うん、やっぱり決まってるし。施工もねしやすいよ。うん。今年は大阪大学のフォーミュラカーのクラブの面々が使うからさ、だからで板金屋さんが使うと一応そういうことらしいんです。比重が軽いのはあれ、音が違うんだって。うん、で東京大学のあのクジラのあの潜って餌取る研究してる、餌かなんか分かんないけど、それも問い合わせあったよ。うん、あんな適当に混ぜて大丈夫？平気だよ、だってトロトロ取れて、こう溶けてんだよ。あ、そう、これ効果が、なんか一貫にさ、効果がすごい早いよ、これ早いよ。熱持った、だって俺触ってて熱いんだもん。うん、もう10分ぐらいで固まってるでしょ。うん、そうだと思う。あの、どんぐりとほとんど変わんないぐらいで固まってるでしょ。うん、そう、だからこれ急がないとダメよ。そうなの、そうなの、適応がいい。うん、で、なんとなく納得 させられちゃうじゃん。急がないとダメなのって言われると、あ、そうですねってうなずいちゃうじゃん。うなずいちゃうじゃん。うん、あんな適当なんでいいの混ぜるのって言ってて、うん、帳消し全部しちゃうじゃん。だって急がないと、そう、固まってきちゃうんだよ。うん、粘っこくなってくるんだよ、ビッと詰めないとね。そうです。で、何十グラム混ぜたんですか。 10の4。それで10の4なの。うん、そうだ。で、14グラムってこと。うん、そうだ、これで。それで、うん、うん、その白場でさえあればいいわけだもんね。うん、15グラムでも20グラムでもね。5グラムも使ってないよ。うっさ。本当。じゃあ半分残ってるってこと？あ、そう、残ってるね。これからまだ。じゃあやっぱ塗りではあるね。塗りではある。下塗りって考えるとね。うん、これであとポリパテでも何でも塗ればいいんだもんね。うん、サーフェーサーでもね。で、先に1508塗ってるから余計。うん、そうだね。うん、はいはい。で、社長のご質問は一応そういう通りです。比べたことあんの？他の材料とも含めて。うんうんうん、そしたらポリパテに、うん、その下塗り、うん、どんぐり、うん、塗ったパターンが一番確実。うんはあ、で、パテがあるじゃない、他のパテとも含めて、うんうんうん、全く、塗ってないみたいに剥がれる。もっと塗るん。ちょっと上、足場が低いんで。はい。なんか本当にあれだよね。20分ぐらい経つと固まってきそうな雰囲気がするよね。うん、そうだね。うん、一昨日使ったからその感触は分かるってことか。うん、固まる硬化スピードは、うん、昨日じゃなくて一昨日かなんか使ったから、うん、あ、いいね。で、この上は上塗りは何かするの。しない。しないで硬化、うん、とろけるようになるから、うんうん、しません、はい、なるね。そのちょっと仕上がり感が、仕上がりがとろっとしてきて、 そっちみたいになって、うん、なるね。すごく
塗りっぱなしから変化するね。はい、うん、ザラザラじゃなくなって、うん、はい、で一応使い分けしてるわけだ、そうやって、うん、よかった。聞いたんだよ、うん、3種類使ってるから、うん、白パテはっつったら、あ、もうそろそろなくなりますねとか言ってたんだよ、うん、担当女性が、うん、ああ、だけどあの子は終わってから俺に言うんだよ。ああ、だけど頭の中に全然なかったんだ、この白パテが、うん、ご意向を組まなくて申し訳ございませんでした。これだったらあれだね、その腐食したあの穴の開いた板金、小さいとこだったらパシッと埋められちゃうね、うん、そうだよ、綺麗に、うん、こんなに綺麗に埋まるとはちょっと思ってなかったよ。もうちょっとあの穴に往生すんのかなと思って。違うんだ、うん、穴ほんと塞いじゃうんだ。いいよね、安心感あるもんね。適当に塗っといても、うん、とろけるように取れて溶けて、うん、で収まっちゃうんだこれ。安心感あるもんね、うん、いいよね、うん、でビニールは剥がれるし、うん、そうだね、これで塗装したしたり、あの仕上げしたりすると、うん、まさか板金が腐食してたっていうのがイメージが湧かない、湧きにくいよね、うんうん、いや、おかげさまで工場長にやってもらったあの車検間近の、うん、あの蛍光炉があるじゃん、あの社長からあの買わせていただきました、鈴木の K、うん、お姉ちゃんが費用払った、うん、パイプがマフラーパイプがさ、うんうん、半分に壊れてたのよ、どうしてだか分かんないけど、バッチリ治ってるもんね、まだ。これで10-4 14g がほぼ、うんうん、完璧、使い終わったの、うん、で何、まだ寝るの、もういいわけ、これでいい、いいわけ、うん、これ で、 で何、その 14g ぐらいだろうって 20g 寝れなくていいやっていうのは自分で分かるんだ、もうだいたい分かる、うん、でもこれで 14g だったら使い心はあるよね、うん、やっぱしね、あとはあれだもんね、量使うとこは板金パテ、ポリパテ使えるんだもんね。おさんが2人で行こう。あ、そういうことです。もういいお車をいただいてるんで、もう余裕しゃくしゃくで、ちょっと今日は駒ヶ根に泊まるのか、駒ヶ根に泊まるの、あ、どうしようかって悩んでるとこです。羽西中、あ、駒ヶ根ってのは昨年会で養老だ、いやー、そこまでは走っていかない、もうちょっと手前で、うん、もうちょっと手前で止まる、はい、できれば駒ヶ根で朝迎えるから。